ピップ、アギ元気？あれ？この子は誰？鹿の赤ちゃんが一人ぼっちでいるね。家族とはぐれちゃったのかな。鹿の赤ちゃんの家族を探してあげようよ。レオ、ピップ、どう思う？そう来なくっちゃ。動物はいろんな場所に住んでいるから、あちこち探さないと見つからないかもしれないよ。さあ、今すぐ出発だ。さあみんな、動物探しの冒険に出かけよう。動物は木のてっぺんから海の底まであらゆる場所に住んでいるね。でも鹿の赤ちゃんの家族はどこにいるんだろう。野生動物の避難所。ピップ、よく思いついたね。うわー、動物がいっぱいいるね。レオ、いいところに気づいたね。ここにいる動物が助けてくれるかもしれない。みんなで探せば鹿の赤ちゃんの家族もすぐに見つかるね。首の長いキリンには茶色い斑点があるけれど、鹿にはないよ。この鳥にはカラフルな羽がいっぱいついているけれど、鹿にはないよ。パンダの毛は白と黒だけど、鹿の赤ちゃんの毛は茶色だよ。パギー、確かに木は茶色いけれど、木は動物ではないよ。おや、木の後ろに鹿のお母さんが隠れてる。やったねパギー。やった、鹿の赤ちゃんの家族が見つかったね。それにほら、冒険している最中にもたくさんのお友達に出会えたね。次回の冒険も楽しみだね。